どうも皆さんこんこにちはチャクバスです今私はですね大阪の心斎橋に来ておりまして本日はですねこちらですちょっと編集で拡大しておきます見えるかな拡大すれば見えるかちょっと微妙なラインですけども、えー、こちらですね 本日はね、W 大阪ホテルですね、こちらに1泊ね、するためにこちらまでやってまいりました、今ね、ちょうどホテルの斜め向かいぐらいで、今、心斎橋の駅からね、歩いてきたんですけど、歩いてきてる時にはですね、ビルが綺麗に見えて、看板もね、かなり綺麗に見えてたんですけど、ちょっと近すぎるとね、ビルが高すぎて見えないということで、とりあえずね、ここからやっていきたいと思います。で、この向かいにはですね、こんな感じで、ハリー・ウィンストンですよね、これね。 ここ、私初めて来たんですけどもすごいですねブランドショップばかりで今午後の3時過ぎておりますんで早速ねチェックインしていきたいと思いますで今回はですね、えー、初めてとなる私ねプラチナステータスに2019年から、えー、なってるわけなんですけども、えー、マリオットのですねでまだねスイートナイトアワードっていうのを 使ったことがないんですよ、ね、まあ使ったことがないっていうよりかは、まあ、使ってもねいつも却下っていう感じで、まあ、承認が下りなかったんですけどもなんとね今回 W 大阪で、えー、スイートナイトアワード通りましたので、まあ、皆さんにですね今回のアップグレードじゃないですからねスイートナイトアワードでスイートルームに まあ入れさせてもらえるということで今回確約えいただいておりますのでまあどんな感じかっていうのをですねえ皆さんにお見せできればなと思いますはい今信号待ってるんですけどめちゃくちゃ暑いですねでは行きましょうこちらね2021年の3月かなオープンした 新しいホテルということで、まあ、かなりねまだできて間もないということで綺麗だと思うんですよね非常に楽しみですねそれではホテル到着しましたので入っていきたいと思います 画面に来ましたこんな感じですいややばいですね入り口にも W ってめっちゃでかく書いてありますいやすごい何階建てなんでしょうか、まあ、ひとまずチェックインしていきたいと思います <laughs> <前>近づいてください台温が正常です 私は平井と申します。平井様失礼いたしました。チェックインでございますね。はい。それではね、無事チェックインすることができました。一三ゼロ一ということで、ちょっとね、廊下が暗いんで、ちょっと画像荒れるかもしれないんですけれども、その点はご了承ください。では行きましょう。こんな感じで、えー、客室はね。 これすごいですね。これすごいダブルっぽいですね。ということで入りましょう。押しドアですね。では入りました。おおすごい。入ったと同時にカーテンが開く。この演出すごいですね。あーすごい。<laughs> まあ今回ね、スイートナイトアワードでスイートいただいてますんで、えー、マーベラススイートルームということで80平米らしいですねはいということで中見ていきましょうどうでしょうか今回マーベラススイートっていう客室ですねいやーやっぱりスイートルームだけあってやばいですね広さはしかもコーナー スイーートは全部コーラなんですかねちょっと分かんないですけども、まあ、とりあえずどっから見ていきましょうかねあーお風呂もちょっと映っちゃってますけどちょっとどうしましょうかとりあえずリビングルームからいきましょうかねこんな感じになってまーすいやーすごい <laughs> こっちがソファー大きめですね3人掛けぐらいですかね4人でもいけそうなぐらいのでその隣に1人掛けのね こちらでも1人掛けでもかなり大きめのソファーとなってます。でこっちにリモコンとこれですねあカーテンとかも全部できるんですねエアコンもこちらで操作できるようになってます。でこっちに大きめのテレビがガツンとありますねシャープ製です。 はい、で、これはこけしちょっと一瞬ドラえもんかと思ったらちょっとそうでもないっていうでこっちですねミニバーでーす <laughs> いやめちゃくちゃおしゃれですねこれねはいこんな感じになってますめちゃくちゃおしゃれな上に、えー、鏡になってるんですねいやすごいでもちろんこちらはね有料ということででこっちのお水はあ無料ってちゃんと書いてありますね ご自由にお召し上がりくださいという感じででちょっと鏡になってるんで分かりづらいかもしれないですけど、えー、グラスとかねコップあとコーヒーマシンこちらはねスプレッソがありますねはいで下の引き出しはあこっちにこれもあれですねはい有料ですねおそらくこのここだけ多分無料なんじゃないですかね はい、それ以外は有料だと思います。まあ、あの、ネスプレッソのね、カプセルですねここは開かないのかな。よいしょ。で、こちらがミニバーと。はい、あこのお水ね、はい、知ってますこれ、多分取ったら課金されちゃうと思うんで、ちょっと取れないんですけど、このお水ね、高いんですよ。私ね、どこだったかな、ニューヨークのどっかのホテルで無料でもらえたんですけど。 高いいらしですね確か10ドルぐらいするお水だったと思いますまあそんな話は置いといていやーすごいあー怖怖いですねこれは分かりますかこの、はあここ13階でここ27階建てなんでこの倍ぐらいのね高さまでホテル自体あるんですけど今日は結構いっぱいということでこの13階がねマックスっていう感じでした まあ、とはいえ、<laughs> いや、すごい。はい。このリビングルームからね、あの、こうやって見れちゃうっていうのはね、景色がいいですね。で、反対側にはね、このちょっと、いかがしい色の照明がついてます。で、反対側に見るとね、こんな感じです。この照明もおしゃれですね、これね。で、ここに大理石のテーブル。 と椅子2つですね今日はここで生放送をやりましょうかねはいということで反対側行きましょうとりあえず次ベッドあちょうど行く道線にあるんでえー、クローゼットうわすごいウォークインクローゼットでかいですねさすがスイートルームはいこんな感じになってますいやーすごいなこれはいで W のねえ バスローブ、これはニューヨークにはなかったですね。確かニューヨークにはバスローブなかったと思うんですけどはい、多分なかったですね。これ見てたら多分覚えてると思うんですよね。いやバスローブは嬉しいですね。まあ着て寝たりしないんですけどね。はい、お風呂上がりは絶対着ますね1回は。でこのパジャマと。まあ、これかからですかね。でスリッパと。 スリッパもいいですねあってニューヨークの W ホテルは残念ながらスリッパもなかったですねもちろん歯ブラシとかもないですしねあとこちらに金庫とでこちらがランドリーバッグですねでこちらがお手洗いですかねはいお手洗いもこんな感じですあ天気つかないのこれ天気ここかなあっつきましたとお手洗いです、まあ お手洗いはまあ普通ですかねはいすごい綺麗ですでかい鏡はいでトイレ出たところのここにねトイレのボタンであったりこことかな違うな違うなこれ触んない方がいいなこれ多分あこれ客室の明かりですかねうんということで、えー、ベッドルーム行きましょういやーこれはやばい <laughs> これはやばいですね、はい、目の前がこんなでかい 鏡にになななっってまして、てまましベッドルームはこんな感じになってます。いやー綺麗ですね、えー、ベッドを正面から見るとこんな感じですとりあえずベッド周り見ていきましょうかえー、とここにメモ帳とこれは何ですかね何これこれちょっと分かんないなこれ何ですかね分かる方がいたら オブジェですかね <laughs> あとテレビのリモコンと、えー、で電話ですねあとここに聖書とあ聖書入ってないですね新しいホテルというだけあって USB2 つコンセントあと、えー、こちらでね電気が切り替えられるボタンがついてますいやーベッドもめちゃくちゃでかいですねもう一回行きましょうはい大きいですねでこちら ソファーとクッションですねこれも見たことがありますねこのクッションダブルホテルのだったんですねはいかわいいですねでこっち側にラジオですかねあとマスク防止えーえー、こちら除菌スプレーですねあとカーテン等々も動かせそうなボタンが付いてますでこっちに非常灯と いう感じですね。で、こっちにもコンセント usb がついてます。いやー、これですね。はい、この角部屋ということで。やばいですね。確実からこのこれはすごい。今まで止まった中で多分一番すごいですね。いやー、スイートライダーワードこう考えるとやっぱすごいですね。 まあちょっとスイートナイトアワードの説明はちょっと後でまたさせていただきます。いやーすごいな。はいということで反対側ですねこちらにテーブルがあってこれは一応ソファーですかねあともう一個大きいテレビがあります。すごいですねかなり大きい。はい、でここに先ほどの大きい鏡があってで洗面台が2つあります。 正面から見るとこんな感じですね。で、アメニティはこれです。このアメニティどっかで見ましたね。どこだったかな ?W ホテルだったかなちょっと覚えてないですけど、これは見たことありますけど、どこのブランドかはわからないです。で、コンセントで、左側に拡大鏡と。で、ティッシュ。で、下にバスタオルと々ですね。で、こちらがドライヤーかな あ、そうですね。はい。でもこれ多分あれですね。コテですね。コテ。すごい。コテとかあるんですね。で、ここに、あれですね。アメニティですね。おしゃれですね。これもまた。すごい。まあ、歯ブラシ、あ、もう全部日本語ちゃんと書いてあるんですね、えー。バスソルトとかもありますし、マウスショップ、マウスウォッシュ、シェービングクリームとかもありますね。プシ。 綿棒とかね、いやすごいですね。ボディミトンって何ですかね。<laughs> まあそれはいいでしょう。で、下に大重計と、で、こちらがバスサブです。見てください、こちら。ビューバスってやつですね、これがまさに。いやすごい。<laughs> すごいだな。初めてビューバス。ここに、 えー、37歳の私が1人で入るっていうのはなかなかシュールですねまあちょっとこの景色を楽しみながらねお風呂入りたいと思いますせっかくなんでねうん <laughs> まあこんな感じですかねでアメニティはこんな感じですえー、こちらは W はこのブランドなんですかねこれも見覚えがありますねはいバスタブも結構大きいですね大きいっていうか深いですね結構ね うん、横幅はすごい大きいわけじゃないんですけどね。で、こっちに、これがあれですね、ドライヤーですね。一応見ときましょうか。はい、ドライヤーはこちらです。はい。ちょっとブランドがわからないですけども、こちらになります。ということで、えー、っと、あとシャワールームですね。独立してシャワールームがあります。お天気ないのかななさそうですね。ちょっと暗いですけども、ご了承ください。はい。 ここもね、スケスケなんですねちょっと見えないと思いますけど割りガラスがありますで上からね、えー、固定式とでこれがねちょっとおしゃれで分かりづらいですけどもこちらが可動式のシャワーですでアメニティは同じようにこのブランドのがありますももっていうんですかねはい非常に可愛いい色をしてますでここ広いですねうん座り用の場所もちゃんとあると とということでこれで以上ですかね、はいいやでででもすごいです、ね、でですごねねあの入り口に今いるんですけどここにねもう一個取っ手があってこれ何だろうなと思ったらですねここにねもう一個トイレありましたこれはびっくりはいということでスイートルームなんでねお手洗い2つあるんですね何だろうと思ったらお手洗いでした いやすごいですね。向こうと同じデザインのものがね、えー、ついております。はい、で入り口にはね玄関玄関部屋入ったすぐにはこんな感じでオブジェがあります。あこういった感じでね絵も飾ってあるんですよ。 それはですね、ダブル大阪ホテル、こちらね、えー、マーベラススイートっていう客室に、えー、一泊ね、お世話になろうと思います。で、今回ですね、マリオット・ボーモイルね、プラチナステータスの年間チョイス特典っていうものにですね、スイートナイトアワードっていうのがね、 あるんですよ、ね、まあそちらを使って今回ねこのマーベラススイートの客室を事前にね確約させていただいて利用させていただくっていう感じですね。まあ、この年間チョイス特典っていうのはですね個別にねちょっとここら辺かここら辺かここら辺に出しておきますんでそちらね見ていただければなと思うんですけども、まあ、こちらねプラチナステータス以上の方限定にはなるわけなので、まあ、年間ねあの50泊あのちゃんとしないとね、まあ、もらえない特典っていうふうにはなるんですけども、まあ、今年ね あの下駄履き後のね対応がありましたのでまあそれでねプラチナ達成されている方とかはもらえるとね思いますのでまあそちらでね選択していただければなと思いますでねこのスイートナイトアワードっていうのは事前にねこのスイートナイトアワードをリクエストして最初の客室の空室、えー、があったらですねまあその部屋に通していただけるということでまあ確約でねスイートルームがと、えー、宿泊することができるっていった形になるんですよねまあ今回ね私は何用だったかな 月曜か火曜がぐらいにね申請したら不日ぐらいにね申請が通ったっていう感じですねまあ、私もねあと4回分ぐらいね残ってまして本来ねニューヨークで使いたかったんですよねこの特典でも残念ながらねちょっとニューヨーク行けそうもありませんのでまあ、国内でねバンバン使っていきこうかなと思っておりますでまあ今回ね それで1回使わててもらったったいう感じですでこの W 大阪ホテルはカテゴリー6ということで、まあ、今回ね5万ポイントで宿泊させていただきましたでスタンダードは5万ポイントで、まあ、ピーク時は6万ポイント、まあ、オフピークだったら4万ポイントということで、まあ、SPG のね更新特典とかでもここね宿泊することができますのでこちらまだ2021年の3月に開業したばっかりなんで、まあ、どこを見てもねまだ綺麗なのでかなりね 気持ちよく宿泊できるのではないのかなと思います。まあ今ね見ていただいた通り結構ね。あのカジュアルなね。ホテルなんですよね。でもカテゴリーは高いっていう感じで。でまあ、これがね。 え好きな方嫌いな方ねいらっしゃると思いますんで、まあ、こういうごちゃごちゃした感じがねちょっと好まないっていう方はね、えー、やめといた方がいいかなと思いますもうロビーからね音楽爆音みたいな感じなんでね、えー、これはねニューヨークでも一緒だったんですけど、まあ、それがね好き嫌いはね、えー、人によって分かれるかなと思いますんでねこの点は覚えておいてくださいでプラチナステータス得点ということでねちょっと飛んでると思いますんでこれに写真出しておきますけども。 プラチナステータス特典としては、えー、レストラン20%オフ50%ポイントボー,ナスボーナスポイントですねで6時までのレイトチェックアウトと客室のアップグレードあと4回ウェットフィットのレンタル用品貸し出し無料これは多分プールが、ね、あるんですよね多分それだと思いますね私もちょっと後で行ってみようかなと思います、えー、あとねウェルカムアミュニティ選択、えー、ということで朝食か 1000ポイントですねあとウェルカムギフトまあこれからこの中から一つ選ぶっていう感じですね私はね朝食を選びました確か7時から10時までの間に明日ね朝食はいただけるということでまあそれをね私は利用させていただこうかなと思いますでレイトチェックアウトなんですけども明日はねかなり混雑してるということであのここ13階なんですよね でここ27階までこのホテルあって、まあ、13階ということで、まあ、半分ぐらいの高さじゃないですか。ということで「レートチェックアウトねあのどうしますか?」って聞かれて「レートチェックアウトできるんだったらねお願いします」みたいな「まあ、できないんだったらいいです」みたいな感じで言ったんですけど、まあ、今回ねあのこの13階であればこのスイートヘアルムで16時までレートチェックアウト可能ということでしたんで、まあ、今回この13階で明日のね16時まで利用させていただこうかなと思います。いやねちょっとこの こんな広い部屋にね、今回私一人で宿泊しますんで、えー、ちょっと寂しい部分もありますけども、えー、楽しみたいと思います。で、ラウンジがね、このホテルにはありませんので、まあ、プラチナステータス以上の方で、ラウンジを楽しまれたいっていう方はね、ちょっとこのホテルはね、入ってこないかなっていう感じですね。まあこの ラウンジ自体がねこの W ホテルのブランドには多分ないと思うんですよねはいということなんで景色はね結構いいのでまあ夜になってね夜景がねえー、綺麗に見えるようになったらまたねえー、動画撮りたいなと思いますということでねちょっと仕事しつつゆっくりねしたいと思いますやっぱスイートルームはね格役ってのはやっぱりすごいですねこの客室は普通に泊まると11万円ぐらいだったかなまあ今回これがね まあ5万ポイントとこのスイートナイトアワードでまあ無料で泊まれているので、やっぱりすごいですよね。このマリオットボンボイルね、この年間チョイス特典のこのスイートナイトアワードね、やっぱりすごいかなって思いましたね。まあこれもちろん日本でもね、こんな感じで使えますけれども、これ普通に海外でも使えますからね。これがやっぱりすごいですよね。私もね、あのー ニューヨークのね JW マリオットセントラルパークっていうホテルがあるんですけどまあそこでもですねこのスイートナイトアワードを使うと、えー、スイートルームね泊まれるんですよだから私はそこを狙ってたんですけどちょっとね今使えないですね残念なんですけどまあ国内でもねあのスイートルーム対応してるホテルねいくつかありますんでまあ、そこをね 利用した際にはねこのスイートナイトアワードもね使っていきたいなと思いますということで今回ですねアップグレードではありませんからね私はプラチナステータスですけども今回のこのスイートルームはアップグレードでなってるわけではなくてもうこちらはスイートナイトアワードっていう特典でもう格約でねスイートルームに入れてもらってるんでここはね勘違いしないでくださいねプラチナステータスっていうのはあのクイス状況のアップグレードのねスイートルーム対象になりますけどもアップグレードじゃなくてスイートナイトアワードで今 今回ね利用させていただいておりますねプラチナステータスになったらこんなすごい部屋がアップグレードしてもらえるんだってちょっとね勘違いされてしまうと、まあ、実際ねプラチナステータスになった後にですね話し,しげーじゃないかみたいな感じで、ね、<laughs> なりかねませんのでこの点は注意してくださいあのプラチナステータスだからといって、えー、国内ホテルでツイートルームにアップグレードしてもらえたって私は本当に横浜の この前動画出したねあそこぐらいですかね、うん、それ以外には多分マリオットでスイートルームってないと思いますんでプラチナステータスのねあのスイートルームのアップグレードっていうのはねまあそこまでねやっぱりチタンとかねアンバサダー上にいますんでねなかなか厳しいですよねということなんでまあ今回はですねスイートナイトアワードでこのスイートルームを1泊ね楽しみたいと思いますということで、えー、しばらくねゆっくりしたいと思います。 それではではすね今ね午後の7時ぐらいなんですけども今さっきねプールに入ってきてちょっと人泳ぎねしてきたんですけどもいやねここのプールいいですね。まあ、私がね利用させていただいたのは5時半ぐらいだったんですけどもちょうどねチェックインしてちょっとしたぐらいがね非常に混み合うということで私がちょうどね利用した5時半から6時ぐらいですかねそののぐらいの時間帯は ちょうどねすす時間帯みたたいいででご良かったですあの私以外ね誰もいらっしゃらなくて本当に30分ぐらいねあのプールいたんですけどもその間もね誰も来ず一、えー、人でねあの貸し切り状態でね利用させていただきましたので夕飯のね時間帯につれて利用される方ね結構減るっていうね話もフロントの方に聞きましたので、まあ、もしねあのゆっくりね利用されたい方はですね、まあ、夕方の5時からね えー、7時か7時ぐらいでねもう終わりになるんですけどもそのぐらいの時間帯にね利用していただくとですね非常にねゆっくりとね利用することができるのではないのかなと思います。で一応ねあるのはプールと、えー、ジェットバスあとサウナが、ね、あるということでまあこういう時期なんでねサウナやってないのかなと思ってたんですけども、まあ、サウナもね このジェットバスっていうのも普通にね稼働しておりましたのでえ利用させていただきましたこちらもねすごい良かったですぜひねこの W ホテル大阪ね来た際にはですねプラチナステータス以上の方であればジェットバスエリアはまあお風呂なんですけどもプールのところはね普通に水着を着て入るところになりますんで水着もですね特に用意することなく無料でねレンタルさせていただけますのでかなりね便利に使えるのではないのかなと 思いますでちょっとねあのチェックインのフロアこのホテルだとフロントっていう回じゃなくて W っていう回なんですよねフロントが。まあ、そこにバーとか朝食会場もそこにあるんですけどもまあ、そこはね DJ ブースとかあって今も音楽ガンガンでかかっててねまあ、バーとかでお酒ね飲まれる方はねかなりね楽しめるのではないのかなと思います。一応ねねルルーーフトップみたいいななな感感じじでででそそのの外で、ね、バルコニー席っていうのかなまあそんな感じで あの外でね利用する席っていうのもありましたので、まあ、お酒飲まれる方はね結構いいのではないのかなと思いました。ということで私はですねちょっとこれからもうちょっとね仕事して、えー、ゆっくりしたいと思います。で今日はね土曜日ということでこれからね週末雑談生放送してですね明日ね迎えたいなと思います。このねねね景色が眺められる、ね、お風呂も後で、ね 体験したたいいと思いますで、そうそうう先ほど言ったねプールのところなんですけどもジェットバスっていうところは本当にお風呂みたいな感じであのシャンプーリンスとかねボディーソープとかそういったものも置いてありますしであの着替えるところをねあの歯,ブ歯ブラシあったかなちょっと歯ブラシは確認してないんですけどもヒゲ、まあ、剃りとかねそういったものもね置いてありますんでプールね利用されない方もねそのジェットバスと、ね、サウナだけ利用してもねいいのではないのかなと思いました。 私はね来る時までねちょっと利用しようか利用しないか迷ってたんですけども結局来てねちょっと行ってきたらですね非常に良かったので是非ねプラチナステータス以上の方はですね利用してみていただければなと思いますということでちょっとね仕事しつつゆっくりねしたいと思いますえー、それではねベッドルームからの夜景になります部屋の上がりをね全部消したんですけどもかなり綺麗ですねめちゃくちゃ綺麗ですね さすがスイーートルームですすす。ね。景色もすごいですで、こっち側を見るとねちょっとこっちはね光飛んじゃってるかもしれないですけども東横銀とかもね見えてますね、まあ、下を見るとですねこんな感じで13階なんですけどもこれでもかなり怖いですねまあこういう感じでね えー、ベッドにいながらしてですね夜景が楽しめるっていうのはやっぱりいいですねではねリビングルームの方の夜景も軽く見ていきたいと思います、えー、こちらねこんな感じになりますちょっとね目の前にね動かないテーブルがありまして申し訳ないんですけども こんな感じが限界ですかね。真、まあ、下タムけるとこんな感じになってます。いやめちゃくちゃ綺麗ですね。まあちょっとね、こっちはね、あの <laughs> リビングルームのねソファーとかにね座ってしまうとちょっとね見づらい部分がありますけども、えー、窓側の方にね行っていただければかなりね綺麗に。 えー、見ることができますということでね、えー、もう深夜ね0時過ぎましたのでこれからねちょっとお風呂に入って今日のところはね休みたいと思いますちょっとねあの夜景見ながらね休めるっていうのは結構いいですよねそれではまた明日ですそれではねこれからお風呂に入りたいと思いますいやちょっとねこの景色を私一人で味わってるのね、ちょっと何度もシュールな感じですねはい。 でお酢こんな感じでねお湯をためるほどは汁れるんですね。 おはようございまます朝になりました今ね6時半過ぎぐらいで今ロビーフロアにいるんですけども7時からですね朝食開始になるということですので7時になりましたらですね朝食の方行きたいと思いますいやーねやっぱりベッドも大きいということでぐっすり寝れましたねということで7時になりましたら朝食行きたいと思いますそれでは。 朝食から帰ってきました朝食ねとても美味しかったです私はねしジャストぐらいに行ったのでまあ2,3組の方ぐらいしかね当初いなくてそれからたってもね全部で10組行かないぐらいの方 いいいう感じででそんななに、ね、朝早くだと込み合わないっぽいですね今日土曜日なのでかなり混み合うかなと思ってたんですけど帰りの時間帯もですね全然混み合うことなくまたね朝食会場結構広いのでまあ、ある程度ねたくさん来られてもまあ対応できるぐらいの、ね、スペースではないかと思います。で食事の種類ねまあ和食洋食ね、えー、ありますけども本当にね非常に 種類が多くてですねいやかなりね楽しめるのではないのかなと思いましたで朝食ね、えー、終わった後帰ろうと思ったらねこんな感じでドーナツまあこちらも朝食のメニューにあるドーナツだと思うんですけどもこちらですねはいこちらあのおやつにどうですかってことでいただきましたあの非常にありがたいですねあのチェックアウトするまでにこちらもねいただきたいと思います 思います朝食としてはですね私が宿泊しているこの7月1718であってるかな、えー、日程に関してはフルのねブッフェ形式になっておりましてメイン料理だけね自分で頼むとそういった形になりますでたそのメイン料理は卵料理なんですけれども私はエッグベネディクトをチョイスさせていただきましたけれども、まあ、そちらを1個選んで、まあ、それ以外は全部ブッフェっていった形で、まあ、前と後ろにですねあのブッフェの場所が後ろはパンコーナー前はそれ以外。 の食べ物がねブッフェで置いてあるっていう形で陳列されておりましたまあ非常にですね店員の方も多くてですねまたあのー これは何々ですよみたいな感じでね結構教えていただけるっていう形になっておりますんで非常にね細かいいいサービスをねねただけててるっていう感じです、ね、個人的にはねあんなに朝食会場に店員さんがいるっていうのは結構驚きだったんですけどありがたい限りですね。ということで本日はですねレートチェックアウトね16時まで頂い,いておりますので、まあ、飛行機の時間帯で15時過ぎぐらいまでえホテル滞在しようかなと思っておりますんで、まあ、しばらく引きこもってですね仕事をしつつですねゆっくりしたいと 思い,ますいやほ本当にね今日も晴れて非常にね、えー、気持ちいい朝ですね。ということでしばらくねゆっくりしつつ仕事したいと思います。 え、それはですね今ね12時過ぎぐらいなんですけども仕事がね一段落しましたのでまたねお風呂に入りましたちょっとねビューバスね良すぎてちょっと2回入っちゃいましたねいやいいです気持ちいいですまあ昼間はねあのカーテンを開けることはできないんですけどもお風呂ですね外から撮った時ね 結構小さめかなとか思ってたんですけど入ってみたら全然そんなことなかったですね私 177cm8cm ぐらいあるんですけど十分ねゆっくり使うことができましたあとねこれこのバスローブね W のすごいふかふかでいいですねかなりゆっくりすることができましたということであとね3時間ぐらいですかねしたらチェックアウトっていうふうになりますんでもうちょっとねゆっくりしながら、えー、ホテル楽しみたいと思います えー、それですねもうまもなくチェックアウトするということでちょっとねあの冷蔵庫がちゃんと閉まってなかったのがちょっと溶けちゃったんですけどこちらのドーナツでいただきたいと思いますちょっとねカメラの調子が悪くてですね若干揺れちゃってるかもしれないんですけどちょっとその点はご了承ください申し訳ないですえっ、ー、とねこれハンドジェルこれどこでもらったんだっけなちょっと覚えてないんですけどどっかでもらいました 朝食会場にあったドーナツのこの2バージョンなんですけどこれね先ほども言いました通り朝食会場出る時にねよかったら持ってってくださいということでこれ何味なんだろうなちょっと言ってたんですけど何味か覚えてない残これでいいかなはいいただきますうんこれめちゃくちゃ美味しいですねこれ私これドーナツ食べてないんですよね朝食会場でよかったらぜひこれ食べてみてください これは何味かな今の味はちょっと何味か分からん <laughs> ドーナツ味でした <laughs> これはストロベリーですかねこれもめちゃくちゃうまいということは多分これもねめちゃくちゃ美味しいですねうんいただきましょううん非常に美味しいですねちょっとこの水飲んではいこれ W ホテルのね名前まで入ってるんですよはいいただきます とということで今ねもう3時過ぎましたのでそろそろねチェックアウトしていきたいと思いますもうねあの荷造りもねほとんど終わってあともう今撮ってるカメラ機材ねちゃちゃっと入れて、えー、チェックアウトねしていきたいと思います今回ですね W 大阪ホテルですねスイートナイトアワードね利用させていただいてこのスイートルームね1泊宿泊させていただきましたマーベラススイートルームでしたねで、えー、宿泊費に関しては今回ねマリオットボンボポイント5万ポイント 利用ししてて宿泊させていたただきましたですのでおそらくお金は多分ゼロ円で取りまれてるんじゃないでしょうか。でまあ5万ポイントということでねスピージアメックスのね更新特典でもこのホテルね 泊まることができますんで、まあちょっとねこの客室はスイートナイトアワードね保有されているプラチナステータス以上の方にはなりますけども、まあ、ホテル全体としてはねちょっとラウンジはないんですけども、えー、かなりね、えー、大満足の滞在となりましたでまたねここ心斎橋の駅からね、まあ、歩いて歩いてね23分の距離にあるということで、まあ、かなりね場所的にいいんですよねまたねあの近くにもねコンビニだったりですね飲食店とかもねすごいたくさんありますんで。 まあ、あの何かねあの買い出し行こうみたいな感じになった時にもですね、まあ、コンビニ以外にも薬局とかもね近くにありますんで、まあ、そういう意味ではですねかなり便利に、えー、行けるのではないのかなと思いますまたねこちらは2021年3月にね開業したホテルっていうふうになりますんでやっぱりね、えー、どこもピカピカということでやっぱり気持ちがいいですよね個人的にはね大満足でしたねもしねあのこちら宿泊されれる方であればです、ね、ぜひ、ね、プール 利用してみてみいいいたただきたいなと思います私もあんま気乗りしてなかったんですけど利用したらね本当にとても良かったです。ということで今回ですね W 大阪ホテルですねスイートナイトアワードですね利用させていただいてこのマーベラススイートですね利用させていただきました。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいいと思います私はねもうこのの後チェックアウトして自宅の方に戻りたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。